2019年の池袋暴走事故で妻と娘を失った遺族が今日初めて運送会社の運転手に向けて交通安全について講演しました。池袋暴走事故の遺族松永拓也さんは今日東京江戸川区にある運送会社シナノ運輸グループの式典に参加し、トラック運転手などおよそ260人を前に事故の悲惨さを訴えました。 離婚に至ってはこんな小さい骨壺でなって帰ってきてまあ、正直本当に絶望しかなかったんですけどたった3年しか生きられなかった命があったんだということを現実的に感じていただきたいです信濃運輸は事故の被害者の心情を理解し社員による事故をなくしたいとしています